サラバンドとは3拍子による早調な舞曲である。アルマンド、クーラント、ジーグと共にバロック音楽の組曲を構成する。小説内部の2拍目と3拍目がしばしば結合され、2部音符の代わりに普天4部音符と8部音符を組み合わせたリズムが多用されることが特徴的である。これはダンスにおいて引きずるようなステップに対応するのだと言われてきた。 サラバンドの特徴ある早朝なリズムは聞き手にとっては非常に再認識しやすい。その他の目立った特徴としては次のような点が挙げられる。サラバンドが初めて言及されたのは中央アメリカにおいてである。1539年にフェルナンド・グスマン・メヒアがパナマで書いた詩の中でサラバンダと呼ばれるダンスが言及されている。どうやらこのダンスは スペインの植民地で人気があり、これが大西洋を渡ってスペインにもたらされたらしい。スペインでは歪説性を理由に1583年8月3日にフェリペ2世によって禁止され、刑罰は無打ち200回と男なら6年間のガレー戦焦げ刑、女なら王国からの追放であった。しかし同時代の作家、例えば、 セルバンテスやロペデベガラの作品にはしばしば言及されている。初期のスペインにおけるサラバンドの音楽は知られていない。最古の実例は17世紀初期のイタリアのギターのためのものである。当初は火星の定型が特徴であったが、17世紀半ば頃にはリズムが特徴となっていった。イタリアの正規バロックのソナタでは、 アレグロやプレストなどの店舗が一般的であったが、ラルゴやアダージョの場合もあった。サラバンドが店舗の遅い部曲となったのはフランスにおいてであり、情緒的で指あるいは早朝な曲調となった。17世紀からデュートやクラブさんのための曲が多く作られ、組曲に欠かせない部曲となった。また、劇場音楽でもサラバンドはよく用いられた。イギリスのサラバンドは、 イタリアとフランスの両方の特徴が見られるが、ドイツでは概ねフランスに従い、遅い部曲として扱われた。19世紀末以降の近代音楽では、バロックを解雇する思考、あるいは、新古典主義的な作風により復活した。グリーグのホルベアの時代から、サティの三つのサラバンド、ドビュッシーのピアノのためにといった例がある。ありがとうございます。